アムステルダム私立美術館は、オランダ・アムステルダムにある、近現代美術を対象とする美術館である。アムステルダム市南部地区のゴッホ美術館やアムステルダム国立美術館、コンセルトヘボーに近い場所にある。美術館は1874年に設立された。現在の建物は、アドリアン・ビレム・バイスマンによって設計され、1895年に開館した。 1945年から1954年にかけて改修工事が行われ、展示面積は2倍に増えた。2003年から2012年にかけて再度の改修が行われ、新しいウィングが増築されて、2012年9月23日に再オープンした。収蔵品は21世紀初頭までの近現代美術作品であり、フィンセント・ファン・ゴフホ、ワシリー、 カンディンスキー、エルンストルートビヒキルヒナー、マルク・シャガール、アンリマティス、ジャクソン・ポロック、カレル・アペル、アンリィ・ウォーホル、ウィレム・デ・クーニング、マルレーネ・デューマス、ルーチョ、フォンタナ、ギルバート・ジョージなどが含まれる。1895年に開館した建物。アムステルダム・市立美術館は、1874年に設立されたが、当初は、 アムステルダム国立美術館の中に併設されていた。自前の建物が開館したのは1895年である。建築家、アドリアン・ビレム・バイスマンによって設計されたネオルネッサンス建築である。資金を提供したのは、エス・エイロペス・スアッソ、デブルン・プジンや銀行家 C.B. バニー・ゲンの相続人などであった。彼らはまたコレクションを美術館に寄贈した。 この建物には、アムステルダム民兵の軍需品やアジア美術のコレクション、クロノメトリー博物館、医薬品博物館も収められていた。美術館は、1909年から美術品の収集を始めた。P.A. レガナルットが、ジョルジュ・ブラック、シャガール、カンディンスキー、パブロ・ピカソなどの著名な芸術家の作品を多数寄贈した。1934年、 現代応用美術館も同じ建物に併設された。今日、私立美術館は、マルセル・ワンダース、エット・レ・ソットサス、スタジオ・ジョブなどの優れたデザイナーの作品を誇っている。第二次世界大戦中、私立美術館とアムステルダム歴史博物館の収蔵品は、安全のためサント・ポールと近くの砂丘の保管庫に移送された。1943年、ドイツの捜索隊が、 館長ウィレム・サンドバーグを逮捕しようとしたが、彼は自転車で砂丘に逃げ込み、難を逃れたという。美術品も戦火を免れた。1940年代末から1950年代にかけて、キルヒナーやマティスの作品が収蔵品に加えられた。この時期、デステールやロシア構成主義、バウハウスなどの国際的な潮流の作品も収集された。1954年、 サンドバーグウィングと呼ばれる新胸ができ、実験的芸術が収められたが、この新胸は2006年に取り壊された。有名なコブラのコレクションは1950年代に始まり、現在では本美術館の中核の一つとなっている。1958年、ロシアの芸術家、カジミール・マレービチの作品群を買い入れた。同じ年、写真の収集も始め、これは、 西欧の現代美術館では初めての試みであった。戦艦機のオランダ国内及び世界のアバンギャルド写真家や戦後のオランダの写真家の作品がある。1960年代、ニューヨークが芸術の中心となった時代、クーニングの抽象表現主義の作品やバーネット・ニューマンのカラーフィールドペインティング、ミニマルアートのカール・アンドレ、ポップアートのロバート・ラウシェンバーグ、 ジャスパー・ジョーンズ、ロイ・リキテンスタイン、ウォーホルなどが収集の対象となった。1970年代には、ビデオアートの流星に伴い、ヤン・リベッツ、ギルバート・ジョージなどヨーロッパの芸術家の映像作品を収集した。今日、約900点のビデオアート作品が収蔵されており、ナムジュン・バイク、ビルビ・オラ、ブルース・ナウマンが含まれる。 1980年代及び1990年代には南米の作品にも対象が広がり、また、ベルリンの壁崩壊に伴い東欧やソビエト連邦の作品にも及んだ。イリア・コバコーブの作品スコールナヘビブルリテカはその一例である。2001年、マレービチの素描作品や他のロシアのアバンギャルド芸術家の作品がカーズイエブチャーガ文化センターからもたらされ、 ロシア芸術のコレクションを充実させることになった。改修中の移転先ビル。2003年末、消防局の要請により、アドリアン・ビレム・バイスマンビルは改修のために閉鎖され、ポスト CS ビルに一時移転した。この一時転機間中、様々なレクチャーや展示が行われ、2008年に、ウォーホルの映像作品を取り上げた、アザー・ボイシーズ。 アザールームスという展示は60万人の訪問者を呼び大きな成功を収めた。2008年末から本館で大規模改修工事が始まり壁のない美術館と呼ばれた。この機会にステデリークゴーズツータウンというプロジェクトが行われアムステルダム市内各地でワークショップやレクチャー、プレゼンテーションが行われた。 2010年8月から2011年1月にかけて工事はまだ完了していなかったが、テンポラリーステデレイクと題して美術館の建物を一般に公開するという試みを行った。2011年3月にはテンポラリーステデレイク2が始まり、ピエト・モンドリアン、マレービチ、チャーリー・ト録ロップ、マティス、ドナルド・ジャッド、イブ・クライン、 ブルース・ナウマンなど優れた近現代美術の作品を展示した。さらに2011年10月にテンポラリー・ステデレイク3が始まり各種の展示やアムステルダム市内でのプログラムが行われた。2012年9月23日、建物は再オープンした。オープン後の1ヶ月間で9万5千人を超える観覧客が訪れた。 ポール・セザンヌの瓶とリンゴのある生物。1988年に盗難被害に遭った。1986年3月20日、彼は8ヶ月の金庫と2年間の試験観察に処され、3年間美術館への出入りが禁止された。1997年11月21日、同じ男が同じくニューマンのエコシードラを切りつけた。裁判で彼は、 心身喪失を主張し、無罪となったが、永久に美術館への立ち入りが禁止されることになった。また、2011年5月15日、サッカークラブアヤックスアムステルダムの全国優勝が美術館のあるミュージアムスクエアで祝われていた時、サポーターらが私立美術館のベンサムクロウェルウィングの屋根及びガラスパネルを破壊した。被害金額は40万ユーロに上った。 2012年は、アヤックスの優勝宿賀は、ミュージアムスクエアではなくアムステルダムアレナで行われた。ただし、市当局は、ミュージアムスクエアは、今でも大規模行事に適した場所だとの考えである。1988年5月20日、市立美術館から、フィンセント・ファン・ゴッホの、カーネーションのある花瓶ヨハン・ヨン・キントのヌベールの通り、ポール・セザンヌの、 瓶とリンゴのある生物という3点の油絵が盗難にあった。1988年5月31日、海底を装った警察により、3作品はいずれも無傷のまま取り戻された。犯人は逮捕され、有罪判決を受けた。美術館の収蔵品は約9万点である。デステール、バウハウス、ポップアート、コブラ、新印象派など、 20世紀から21世紀にかけての、ほぼすべての重要な芸術運動を網羅している。マレービチの素描をおよび、油彩画の包括的なコレクションも有している。さらに、セザンヌ、ゴッホといった19世紀ポスト印象派の作品もある。作品の内訳は次の通りである。フィンセント・ファン・ゴッホ、ルーランプ人ユリカゴを揺らす女カジミール・マレービチ、木を切る人手をファンドースブルフ。 カウンターコンポジション V ヘオルヘヘンドリックブレートネルプロマネデンデックミッドドライ画面バイスマンビル正面1895年アムステルダムの建築家アドリアンビレム・バイスマンが美術館の建物を設計したファサード上部と塔は単色の石と赤レンガの組み合わせで16世紀オランダルネサンス建築を参照している1938年 サンドバーグ館長は、室内の壁を白く塗り、ホワイトキューブと呼ばれる展示スペースを作った。1954年には、ガラスを多用した増築部分ができ、サンドバーグウィングと呼ばれるようになった。また、同館長は、美術館の重く拒絶感のあった入り口ドアを、ガラスのエントランスに変えた。新設されたウィング。古い建物は、空調などの現代的設備が欠けており、 メンテナンスも不十分であったため、老朽化が目立っていた。また、開館以来100年以上の間に収蔵品が増えた。一方で、常設展示のためのスペースも不足していた。1993年には、雨森により、エルズワース・ケリーとジュリアン・シュナーベルの絵画数点が被害を受けた。1990年代初頭に、コンペが行われ、レム・コール・ハースラの競争相手に買った。 ロバート・ベンチューリが設計を受託することになった。しかし、1996年にアルバロシザに交代された。その後、前述のように消防局の指摘による閉館・改修工事を経て、2012年9月に再オープンした。主要な収蔵品は旧棟に展示され、新しいウィングは実験的作品、映像作品を展示することになった。 大きなガラスのエントランスは広場に向かって開いている。バスタブと呼ばれる上階のエリアは特別展ギャラリーに、地下は常設展示に使用される。1億2700万ユーロの資金のほとんどはアムステルダム市評議会から支出された。市立美術館は当初は市の組織であったが、2006年1月1日、独立財団の地位を取得した。ありがとうございます。